昨日から玄関の前にカナブンらしい虫がいた。死んだと思って片付けようとしたらまだ生きてる。でも動きが鈍くて死にそう。こういう時は水分を与えるといいという話を思い出して。水とアガベシロップをあげたら、めっちゃ美味しそうに飲んでた。ごくごくって音が聞こえそうなくらい全身で味わってたよ。無事元気になったので外に話した、達者で暮らせよ。やれやれと家に入ろうとしたら玄関の前にひっくり返ったカブトムシがいた。背中にクモの巣をつけていたので綺麗にした後外に話した。おしまい。カナブン&カブト先日助けていただいたものですが。お前ら渡せるもんないだろって思ったけどあれか、宝石甲虫とか連れてきてくれるのか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。